はい、皆さんこんにちは、横田慎一です。今回も、スメソッド、佐久間さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。佐久間さん、今回は狙い方、はい、多くの方がゴルフが難しいってこう思ってしまう一つに、はい、まあ、本来その人じゃなくてもう人間としてできないことをやろうとして難しいと思っている人がいる。でスメソッドっていうのはもう要するに簡単なやり方、うん、まあ、一般に、まあ、横田プロも含めて多くの上手い人が上達してきたやり方、はい、まあ、王道ですね、うん、それはやっぱり練習をする、ボールをたくさん打つ、はいはい、そういうことで、まあ、体にその感覚やね、小脳にその連鎖した動きをプログラムさせる、うん、それがまあ王道というふうに思われていると思うんですね、うんうん、でそれをやったからといってプロどうですか、150ヤード先の3メートルの円の中に全部入れるなんてことはもう人間としてできない、うん、できる時もあります、うんうんうん、だけどその確率を上げるためにいっぱい練習していると思うんですけど、うん、まあ、僕はこう考えたんですね。人間としてできないこと、うん、できづらいことを求めるんじゃなくて、うん、できることは何かって、うん、まあ、これから説明するのは、うん、まあ、今あそこに十文字があると思うんです、はい、であれば、まあ、数学的に言うと証言になってます。第一証言、第二証言って、グラフがこうあります、XY の、はい、でプラスプラスのこの証言を第一証言、第二証言って、まあ、昔やったと思いますね、うん、なんとなく、うん、まあ、要するにこの証言を狙うっていうことは誰でもできるって、はあ、の大した練習をしなくても、ピン、例えば、はい、まあ、あれピンって言って見えますけど、うん、いわゆるピンじゃなくて任意の点だと思ってください、はい、適当に置いた点の、はいはい、例えば右奥に打つぞと言ったら、うん、必ず右奥にこれ球飛んでいくと思うんです、うん、はいはい、ね、左の奥、これもスタンスを変えたりすることなく越えれば左の奥に飛んでいく、うんうんうん、で右手前、うん、これも絶対打てると思います、うんうん、右手前ですからそのエリアなんですね、うん、左手前ってやったら、うん、でこれはどのくらい左かどのくらい奥か手前か関係ないです、うん、あの点に対してとにかく4つの方向に打てるか、はあはあはあ、で、はいはい、このことができたらですよ、はい、まあ、実際あの正面のピンを狙います、うん、狙うときに、うん、2位の点をピンに置いてる方がすごく多いんですね、うん、でも僕が例えば、はい、左側に池があるよっていう時には右に今の2位の点をこうやって置きます、はい、ほうほうほう、こういうふうに作るんです。ほうほうほう、それでさっきやった左手前って打つんです。はい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 、それができると、うん、あの十文字に対して左手前に打つっていうことをやれば、結果的にこれがピンに寄っていくっていうことになると思うんですよ。寄らなくても右の池には絶対入らないって、もし乗らなくても左のエッジには寄っていくよとか手前に来るよとか、そういうことが、これはどうやって作るかというと、スタンスの向きをこのラインと平行に、皆さんもなんかラインを取って、はい、でここで素振りをして、はい、肩のライン合わせてこう一生懸命やりますけど、うん、大雑把にあの2位の点十文字のところを向きます、うんうん、向いたらボール左に置きます、うんうんうん、でそれで胸をそのまま合わせると必ずこれは左に飛んでいってくれるよ、うん、なるほどね、この間あのブリストルで教えていただいた、うん、リミットフェンス、まあ、リミットフェンス、はい、でアプローチの場合には奥とか手前がありますから、うん、もしこれが手前にバンカーがあれば手前にこのラインを引いたらいいですね、こういうふうに、うんうんうん、さっきやったのは第3証言ですけど、今度は第2証言を狙うよ、うん、左の赤いラインよりも左で、はい、手前の白い棒よりも奥に打ちますってやれば、うん、これもまた結果として、うん、あのエリアに100点のショットもあるし、でもあの中で左にちょっとオーバーしても、うん、それは70点のショットだよということ、うんうんうん、で、まあ、多くあるのはま、うん、っすぐなかなか打てなくて、うん、大抵の人は癖を持っています、うんうん、例えば右プッシュアウトとか、うん、右スライス、はい、で形としては、うん、振り遅れてスライスが出る、うんうん、でそういう方たちってクラブがインサイドから来て、うん、手が前に出るんですけど、うんうん、こんなのわざわざこう一生懸命ねこっちへ出ちゃうのに、うん、これを直そうとしたら、うんうんうん、膨大な時間がかかると思います、はい、ここに触れているなら、はい、これ触れている軌道が見えるものがあるんですけど、右に触れている人がこういるとするでしょ、はい、そうしたらもう
わざわざこれを直すなんてもったいないので、なるほどなるほど、これが左に向くように、はい、ここに立てばいいです、はい、そしたら今度は、うん、インサイドアウト軌道でピンのところに自然にこうやっていくようになると思うんです、うんうんうん、だからつま先のラインとクラブを振る軌道が一致している人もいるし、まあ、一部そういう人は何の苦労もなくうまくなっていく人だけど、大抵はどっちかに癖があります。それを癖として捉えるのか、その人のこれ安定して振れるわけですから、インサイドアウトになる人というのはもう振ったらこうなります。そしたらもう右に出ちゃうことを気にしないで左向いて今と同じことをやればまっすぐに運べる、だからアウトサイドインインサイドアウトをまず生かす、はい、で逆に言ったらわざとそれを打つ、で軌道をインサイドアウトに変えることは、ボールを中心から右に置く、右に置きます、そうしたらもう絶対これはインサイドアウトに当たるっていうことです。そうですね、でも長く練習してやってる人はこれでもなんかまっすぐ打とうとしちゃうんだけど、右にボールがあったら素直にこっちへ向いて振れば必ず右に飛んでいくし、左にボールを置いて振ればそれは左に飛んでいく、だからスイングを直す、軌道を直すという考え方じゃなくて、ボールの位置を変えたら軌道はいっぺんに直るよ。なるほど。それをずらしてみる。だその辺がこう S メソッドはこうその人を変えようとはしないと。直すというよりボールの位置を変えたら軌道は直る、ショットは物理で言うと、クラブヘッドがどういう軌道で動いたかで、打ち出し方向と高さが決まります、軌道が決めてます、その時にフェースがどっちを向いていたかで、左に曲がるか右に曲がるか、あるいはバックスピンが多いか少ないかが決まるので、はい、ショットをコントロールすることイコールクラブヘッドの軌道とフェースの向きをコントロールすること、でもそれを同じグリップ同じボールの位置で作っていこうとするんじゃなくて、もう癖があったらそれを思い切り直したらいい、プロはどっちかっていうと、振り遅れ気味が多かったんでしたっけ。僕そうですね、右にこう出やすい振り遅れありますね、でも振り遅れが出るのはもう経験上ご存知だと思いますけど、極端にボールを左にこう置いていけば、でそれを捉えたら絶対これアウトサイドインの軌道になりますよ、まあ、そうですね、究極のアウトサイドインはどんなことだか分かりますか。いや分かんないですね。究極のアウトサイドインはここにあることです。あ、そしたらそのボールは後ろに飛びますよということです。そうです ね、インサイドアウトってね、いうのはもうここにボールが来てれば、どうやっても真正面にしかこれボール飛ばないです。そうですね、だからこの中でボールの位置を自分に合わせて、あるいはその状況に合わせて変えるっていうことをやったら、なるほど、ほんのわずかなこの今、おっしゃいましたけど、この中で球が飛んでく方向が変わります。これはあの接線というんですけど、確かにこの軌道があったら、軌道の、まあ、G 点から見た直線に対して、どの方向にボールが飛ぶかは、明確な事実なんです。ね、これは今構えてください。はい、でこうやりますね、はい。セットアップを取って、ここに構えて、はい、で G 点というのはこの胸鎖関節、その真下が今ここにあります。はい、でこれがこうなったら、こっちに飛ぶっていうことです。ですね。こうなったらこっちに飛ぶっていうことです、ね。それぐらい軌道というのは簡単に変えられる。そうですね。そう。で、右に飛ぶ。で、ここはもうそうです。そっちへ飛ぶ。で、こうで。そっちへ飛ぶ。で、こうですね。そうです。もうそれだけで軌道が変えられてるっていうことですよね。でも人によってはアウトサイドインの軌道を直すのに、来る日も来る日も肘を内側につけたり、ヘッドを寝かそうとしたり、でそれでなおかつフェースが開いてるのを強引にここで閉じようとするっていうのは、まあ確かにそれをやってできるようになるっていう楽しみもあるかもしれないですけど、人生は短いので、ゴルフを上手くなって楽しんでもらおうとするなら、軌道はそのボールの位置で変わる、堅くなに左足かかと線上とか真ん中って守らないで、それを動かして柔軟に打つ、野球はやったことありますか。野球はまあもう、ソフトボールクラブぐらいの、もしこれが野球のバットを今プロが持ってるとします、こうやって、はい、ね、
で構えます、はい、そういう時にランナーが一塁でピッチャーがやりたいことは、うん、三塁ゴロを打たせたいんです、はいはい、で速いボールと見せかけて、はい、緩いカーブがここに来たら、ね、これ黙って三塁側のゴロにしか、まあ、いい当たりもなるかもしれないけ ど、 なるほどここで打たせればこっちへ飛ぶよ。なるほど。逆に速い球に振り遅れると、はい、ここで打つことになるんですね。あ、そしたらこれはライトにファールになる、はいはい、だから野球でも何でも同じことでどこでボールを捉えるかで飛び出す方向は変わりますよっていうことです。なるほど。でもゴルフはボールが止まっているので、うん、自分で位置をずれればいいのに、うん、それを同じ位置に立ってずっとやっていて、はいはい、例えばアウトサイドインスライサーだっていう人多いです、はいはいはい、もうずっと何をやってもどうしてもスライサー、はい、でも実は何もやってないです。ゴルフと同じでスライスが出ることしかしてない、うん、そうですね。ブリストルのね18番で、うん、その右を消す方法、うんうん、その右にまっすぐ向いてやってこっちにポンとボールを置き換えてやったらほら絶対右の OB はいかないですよね、よっていうね、うん、これは結構おお、うん、簡単じゃんっていう。でこれが両方は消せないです、うんね、やっぱり右もダメ左もダメなんだ、うんうん、とホールありますよね、はいはいはい、右が OB 左が池とか、うんうんうん、でももう OB 消したら池に入ってもそれはしょうがないとしないと、はいはい、2頭追うもの1頭も得ずっていう言葉座があるように、はい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 、もうこっちを逃げるんだったらこうやる、はい、でその幅を狭めれば、はい、両方避けられるようになると思います。確かに。だからゴルフも、まあ、本当の上の上行く人はもうそれどっちも消せますけど、うん、やっぱりある程度プロテスト受かるぐらいのレベルの人まではそこができれば受かりますもんね。十分ね、はいはい、そこができない人が、まあ、もちろんだからトーナメントで優勝するっていうのは、うんうん、やっぱり毎日4アンダー5アンダーを出していくんで、はいはいはい、やっぱりバーディー取っていかなきゃいけない、はい、でもパーをセーブしていけばいいゴルフだったら、はい、それで十分できると思います。これはもう多分日本のゴルフどうでしょう、今650万人ぐらいいらっしゃると思いますけど649万9000人ぐらいは、うん、ほとんどこれさえできればいいスコアで回れますよね。回れますね、はい、だからその戦略的なことは、はい、点や線じゃなくて幅、はい、エリア、しかもそれを大きく広げるっていうふうに考えて、その中にピンそばもフェアウェイど真ん中も入ってますよ、うんうん、だからそのやり方をしっかり覚えたら、はい、もう軌道とフェイスの向き変えるだけ。フェイスの向きはちょっと言い忘れましたけど、はい、クラブの握り方を変えるだけですから。ほうほう、どこで握るか、はいはいはい、これをフックグリップだとかって考えているとすごくややこしくて、今自分が持っているグリップに対してこう回して握る、はい、こう回して握るっていうことだけです、だけですね、でこのあたりはどのくらいかぶせて握ったらどうなるかっていうことは実験したらいいです、うんうん、ただもう一つ言えることは、かぶせて握っていても、うん、手首を柔らかく使えばすぐ右向くことはできてしまうので、はいはいはい、かぶせて当てたい、左向けて当てたいという時にはちょっと保険をかける、うん、要するに振り遅れないように、うん、右肘のリリースをちょっと早くしてやるとか、うん、そのことで確実にそれは起こせるなというふうに思います、うん、まあでもね、最後の話はちょっと複雑な要素ちょっと入りましたが、もう最初のだけでこうかなりシンプルにできると思います、ね、はい、シンプルにこう球が打ち分けられるし、そのあそこ行ってはいけないっていうのがかなりゴルフ場ではそこに、ね、行っちゃうのがゴルフの、さっきおっしゃいましたけど、ね、6を打っちゃう、うん、ダボを打っちゃうあれですからね、うん、ですんでこれさえできれば本当に70代っていうのは全然、まずそのショットのレベルではね、はい、これで方向、特に奥手前も、うん、そのアイアンだったらそれが調整できると思います、うん、です、ね、狙いを広くとって、はい、ということで今回はね、こうターゲットを狙う方法で、消す、これ何て言いましたっけ、リミットフェンス、リミットフェンス、はい、はあ、リミットフェンスの、コツでございました、はい、はい、大変勉強になりました、ありがとうございました、ありがとうございました。